はい、レオです。今回はね、ハスニーファイヤー HD10 2019、背面保護カバーソフトと TPU 材質プロテクターカバークリア開封YouTube 登録チャンネル動画視聴してみたのプレイ実況をやっていきたいと思います。はい、頑張るぞ。あ、ちょっと今商品忘れたんで買ってくるので、こちらですね、こちら。ちょっと今から開けるのでちょっと待ってくださいね。こちらになります。これはアマゾンの方で購入した商品になりますね。開けるんで、これ開けられるのかな。こちらですね、こういう感じで入ってます。こういう感じで入ってますね。こうやってスポンジが入ってて、これスポンジ外して、こういう感じになってますね。あの背面ケースですね。早速ちょっと本体の方に取り付けてみたいと思います。これカバー外されていけないんでね、少々お待ちください。その前にサムネイル撮ろうかな。ちょっとサムネイルの、サムネイル用にね、ちょっと撮ろうかな。こういう感じで入ってましたよっていうことで、そんなのね、楽器にこうやったらいいのか。ピヨコも一緒に撮りたいから、こういう感じで。まず商品紹介しないといけないんでね、やっぱりね、肝心のやつを。ピヨコが映ってるんでしょ。こういう感じですね。これちょっとサムネイルで撮りたいんで、サムネイル用にね、いつもサムネイル撮って文字入れてやってるんでね、こういう感じでですね。これ今から外していくから、これカバー外すんで、久しぶりっすね、これカバーから外すのも。こうやって外したんで、これ重いんだよ、とってもいいけど、今からつけるんで、ここが穴になってるからカメラの位置がここなんで、ここに合わせて、どうだろうな、合うとは思うんだけど、あ、いいっすね。動かしとこうか。こういう感じですね。結構いいですよ。カメラの穴の位置もぴったりだし。で、これまず電源ボタンでしょ。で、これがUSB Type-C の縁でしょ。で、スピーカーの穴。
合ってるでしょ。でイヤホンジャックでしょ。でボリュームのプラス、あ、ボリュームの、お、あの上げ下げのやつね、アップダウン。でスピーカーの位置が若干ここは開いてんだけど、でも穴は塞がってないから全部聞こえるようにはなってますね。いいんじゃないですか。で、このマイクロ、あ、このね、マイクロ SD カードのスロットは穴開いてません。塞がってる状態。それ以外は全部ちゃんと穴が開いてるんで、ここまで穴開いてたらよかったですね。でもね、これでも、もし外したりする場合は、簡単にこうやってめくれるから、こうやって。いいと思います。結構いいですよ。軽いし、全然ケースよりは、あのケースよりは軽いから、寝転がっても、全然いけるね。縦画面でもちょっと見せてみようか。よく映ってなかったな。ちょっとズームアウトにしてこういう感じですね。俺の顔が映っちゃったけど、一瞬こういう感じでね。で反対側は、横はこういう感じだね。こういう感じで、こういう感じで、こういう感じで、いいっすね。で反対側はこういう感じだね。軽いです、とっても。ちゃんとこの Amazon のロゴも見えるし、まあ、クリアだから当然見えるんだけど、下のあれも見えますね。ちょっと早速 YouTube、久しぶりにこの Fire HD10 で見ていこうかなと思ってんだよね。ちょっとズームにしすぎだな。こういう感じだな。今回もこれ使うから、昨日は撮らなかったんだけど、今日日時がね、何日かな、7月19日日曜日、時刻が13時49分ですね。あの俳優のね、三浦春馬が自殺したね、昨日。かなり衝撃的なニュースが舞い込んでびっくりしたんですけど、三浦春馬が出てたドラマはそんなに見たことないんだけど、最初に見たのがね、あれ子役からあの俳優やってたんだね。今年30歳になったばっかりで、4月だったかな、誕生日迎えて30歳になったばっかりみたいなんだけど、子役からやってるっていうのは知らなかった。なんか連続テレビ小説のアグリで子役デビューってなんかニュースで紹介されてたんだけど、かなりでも衝撃的な事件で、かなりびっくりしたね。あ、そっか、 Wi-Fi 切ってるのか。電池の節約もオンにしないといけないな。あ、これなんだ、ブルーシェードっていうのか。まあ、低電力にはなってるんだよな。登録チャンネル、あれ、なんでこれ、間違って違うの押しちゃったよ。誰の見ようか、まだ決めとらんのだよな。
誰飲みましょうか。三浦春馬が出てたドラマはね、あの10年ぐらい前だったかな、あの戸田恵梨香が主演のドラマ、大切な、ちょっと長いタイトルだったと思うんですよ。大切なことは全て君が教えてくれたっていうタイトルだったと思うんだけど、なんか2人学校の教師役で、である生徒役がね、今考えるとあの豪華なんですよ。あの武井絵美でしょ、であと剛力彩芽でしょ、で能年玲奈も出てたんですよ。あと他にも出てたようなイメージあるんだけど、かなり豪華ですよね。であともう一つね、綾瀬はるかが主演の私を離さないでっていうドラマも見たんですけど、まだ今でも売れてたんだけどね、コンフィデンスマン JP の映画にも出てるしね。昨日なんかロマンス編っていうのはなんかテレビで放送されてたみたいなんだけど、あれ録画するつもりだったんだけどね、ちょっと忘れちゃってね、録画しなかったんですよ。であの映画でテレビ放送中に三浦春馬さんのご冥福お祈りしますみたいな、なんかメッセージがなんか流れてたみたいで、だからコンフィデンスマン JP はあの運勢編だったかな、あれは録画してたんですよ。今年何月だったかな、5月か6月とか忘れたけど、放送されてたやつは録画したんで、今回のロマンス編だったかな、あれも録画するつもりだったんだけどな、忘れてたんだよな。ちょっと誰の見ようかな、まだ決めてないからな、まだ決めてないんで。でも自殺ってなってるけど、あれ他殺じゃないか、もしかしたら。なんか今もなんか撮影してて、なんか TBS ドラマのなんかインタビューとかなんかやってたんだけど、あの主演の名前なんだったかな、あのアマチュアに出てたあのモームスの熱烈なファンのなんとか眉、松岡眉となんかインタビューしてるやつとかあったから、なんかとても自殺する人には見えないんだけど、今から自殺するっていう、あとあと自殺するっていう感じじゃないんだけどね、だから自殺に見せかけた他殺っていう線も考えられるから、誰の見ようかな、決めてないんだよ。もう宮迫見ようか、久しぶりに。待ってよ、宮迫も乗ってますからね今ね。昔ね、ちょっと見たいな。宮迫めっちゃ動画上げてるな。まだあれ最初の方しか見てないんだよ。レペゼン地球の質問に NG なしで答えたら放送事故にって書いてる。これ見たんだけどね。ここが一番安全な場所だよ。広告入ってる。松吉直樹。一番すごいって分かってるから。広告飛ばすか。もう一回見てみようか。どうも、雨が降りました。宮迫です。宮迫俺と出て年一緒ぐらいだから。レペゼン。レペゼン一回YouTube やめるとか言ってたけど、また最近復活してるからね。レペゼン地区のメンバーみんな東京の人なのかな。ちょっとボリュームちっちゃいな。ボリュームがちょっと押しにくいね。ちょっと。気になることであったり、まあ、僕に関する気になることであったり、もしくは芸能界の、
まあ、裏話的なこと。で、僕は君たちに聞きたいことはほぼないです。あの、いろいろ、まあ、この世界30年芸能界にさせてもらってますので、NG なしとは言いつつ、ほんまに言えないことは、ほんまに言えない。でも何でも質問していただければ。え、じゃあ経験に。じゃあ、確かにサウンドはそれぐらいか。非常に経験してます。あ、やっぱりやっぱり。それは30年でも。宮迫何回か不倫してるからな。やっぱその10年ぐらいは結婚する前は、それはもうめくるめく。めくるめく。え、じゃあ結婚してから何ぐらい？いいね。それはネット見ろ。ブラインデーに乗った回数はさんまさんのみだったから、もともとこの世界に入った理由がお金儲けをした綺麗な女の人と付き合いたい、まあまあそこが目的で入ってきたから、まあでもそれを結婚してからするのは最低最低なことですよ。本当に分かってます。最高でございます。けど仕方ない。まあでも仕方ない。みんなが思ってるよりも死ぬほど奥さんが怒られてます。今度遊び行きましょう。僕たちと畜生が次やったらもう終わりです。終わり終わりは僕らが何で言われたんですか。乗った時マンションの前で直撃されて、そのまま家に戻るわけ。奥さんにちょっと話あんねんけど、たまたま奥さんすごい機嫌のいい時だった。今へチャンスかなって、文春に乗りますっていう瞬間にさ、お前何回目や全部投げられて、その時バーンってになんか花瓶かなんかが当たって、ほとんど折れたんちゃうかなってバーンってなったら、私の心も痛いねん。それももちろんですよ、もちろん。でもやめられないですもんね。これ全部は見ないからね、さすがにもう17分なのから。これキャリーバッグのよく話よくやるよね。飛ばすか。ちょっと長いからね。痛風ってあるよ。はいはい、風が吹いても痛いよ。風疹って言われてた。風が吹いてもチンコ立つよ。飛ばすか。でもハート弱いんですよ私。弱いっすね。そんなイメージはないっす。やっぱあのテレビ出てる時、まあまあ上から突っ込んでるものを言うたりするやん。あ、それに関しては番長多い。例えばさ、司会ばっかりして何も面白くないで、そんな結構あったりするわけ。まあ、司会にたどり着くもんやん。間違いない、間違いない、間違いない。遡ってくると思う。普通にそう、ひな壇もコントも全部やった、全部そこで勝ち上がってここに座ってるってことをなんで分かってくれへんのとか考えてしまって、んなんかへこむ。それだって、ね、野球で監督にもじゃあお前が試合出るからそれは違う違う違う。本田圭佑さん の、 あのツイートがめちゃくちゃ僕すごかったです。ね、あの宮迫さんに向けての、めちゃくちゃかっこよかった。めちゃくちゃかっこよかった。そうだね、俺らもあんだけ笑わせてくれた
人みたいな。炎上したら書かれたいなって。それ見ました、そのツイート。ちゃんと見て、はい、一人で涙してた。あー、俺の携帯これ、本田圭佑モデルや。すごい。本田圭佑さんが作ってるブランドの、あの、ずっと使わせてもらいました。皆さんサッカー好きだからな、謹慎中ずっとウィーレでやってたって言われるから。金一がいる企画に、ね、関根勤とかの小堺とかね、いるんですよ。吉本は半分と持っていくから行くみたいですよね、5割。上がっていくしかないんだけど、まだ安かろうが吉本興業っていう大看板背負って。昔のね、俺が小学校ぐらいの時のザ・漫才があった頃とか、漫才ブーム第2期か3第2期ぐらいかな、3期ぐらいかな、2ビートとかの B&B とかが漫才ブームで売れてた頃なんかの、洋室とビートたけし一緒に仲良くてつるんでよく飲みに行ったみたいなんだけど、1ヶ月何億って稼いでたみたいだからね。あれ聞いたのとすごいよ。だそんだけ勢いがあったんだなと思って、ね、強かったみたいな。いいかも、こんなに。ほぼ考えてないと思う。毎度このテンションはしんどい。年収入れそうか。以上にしたいと思います。今回は初に Fire HD 2010背面保護カバーソフト TPU 材質プロテクターカバークリア開封 YouTube 登録チャンネル動画視聴してみたの、プレイ実況をやってきました。あとよろしければチャンネル登録の方もぜひともよろしくお願いいたします。はい、ご視聴ありがとうございました。バイバイ。